8回目の海外サミット、国際博物館会議、アイコムの京都大会プレイベント、今日までがプレイベントなんですね。それの、最後になるので、9月1日から8日までの間の、前座のような形でですね、これからはちょっととんでもないですね、もう恐ろしい話をすると、いうことに、会場からはね、その話はやめとけと、いうようなことがあったんですが、私がですね、ここ15年、20年近く前から、機会あるごとに JAL123便を検証してくださいと言い続けてまいりました。やっと最近全てが出揃ったのではないかなと。で、それに詳しい人が墓場まで持っていくという方が100歳になられたので、まもなくお亡くなりになられるのではないかと。そうなればそれが全て迷宮入り、迷宮入りするまでにその方に真実を語ってもらいたいなということでですね、その当時の首相のあれはどちらさんでございましたでしょうかね。言わん、会場からも言わんでもよろしいというか、ところがね、私これも絶対これは言っときたいなと。このとにかくこのかぐや姫サミットで、私これ最後のかぐやサミットになると思うので、こういう発表はまず今後あまりしないのではないかなと思いますんでね。で、今ね、この JAL123 便はね、この一つのテーマとしてはね、日本はすでに核兵器を保存しており、 JAL123 便は核弾頭を輸送していたため撃ち落とされた。日本航空123便墜落事故、1985年昭和60年の8月12日。もうすでに若い方はもうこれご存知ないんじゃないかと。しかしね、最近 YouTube で出たら若い人がね、このことを述べてますわ。あ、若い人もやっぱり関心持ってるんだなと、思ってます。で、JAL123 便が撃ち落とされた理由とそれにまつわる真実ですということで、これインターネットに載ってますので、皆さんがいつでもご覧になれる、 YouTube をご覧になっていただくても若い人も見れるという内容なのでですね、これウィキペディアに載っていたり、してますので、プラザ合意を飲ませるために中曽根を脅迫するためと。プラザ合意、つまり1ヶ月後にですね、プラザ合意をすることによって、と、私も詳しいこと知りません。税金がどれなのか何か分からない、そういう話かなと思うんですけどね。で、プラザ合意に反対していた関西の財界大物4名を全員暗殺するため、4名を全員暗殺するということ、4名がその飛行機に乗ってたということですわね。で、撃ち落とすということになりますね。だから撃ち落とした。そんなことが行われるのか。グリコ・モリナガの実行犯を殺害し証拠隠滅するため。このグリコ・モリナガの実行犯というのは、あまりこれご存じない方がいらっしゃるんじゃないかな。私がちょうどテレビ局に入ってディレクターのやってる頃だったんでね、報道の分野で追ってたとしたら、この取材に滋賀県の方へ駆けつけてたと思うんですよ。で、直接は担当してなかったんですけど、無線傍受できましたんでね、全ての無線傍受はしてました。で、家でもそういうことがアマチュア無線やってましたのでね、そういうことはもう原理的にわかるんですよ。で、これがグリコとは違うですね、会社の人たちがそのグリコのその会社をそのダメージを与えるためにやったのではないかなと。あるいはこのグリコと関係したですね、会社のある人がですね、天皇家とのつながりがあるという話もまことしやかに言われている内容でもあるんですね。で、次に松下トロン OS の技術者17人を抹殺するため、つまりこの JAL123 便のジャンボジェット機といったら、もうその当時ではなかなか乗れなかったんですね。就航して間もなくでしょ。で、これ乗ろうとなると、もう飛行機もう1日に1本か2本ぐらいしか飛んでない時代だったから、みんなこれ乗れなかったらしいんですよね。だから松下のトロン OS というね、これトロン OS というのは皆さんご存じないんじゃないかなと。今皆さんがアンドロイド、携帯ではアンドロイドでしょ。で、コンピューターの世界では、マイクロソフトという OS ですね。この私はこのコンピューターにね、88の時代、ベーシックの時代からですね、やってたんですよ。だからベーシック言ってわからないと思うんだけど、その頃からやってる人たちがこの私のように今72歳になってですね、ベーシックをやってたという人はまずいない。
まあ、大体今の65歳ぐらいまでの方はベーシックとか88とかね、DBS2 とかねやってた人はご存知だと思うんだけど、当時ねコンピューターね100万で買いましたよ。100万いるんですよ。でプリンターもね、あの16インチのでっかいやつ、ベベベベベベベってやるやつですわ。ものすごい高い、もうね。それとあの88のあれは98の NEC のコンピューター、あれはあの、もう一つのどうかな、ちょっと忘れましたけど、その2つ2社しかないんですよ。で富士通だったかな、そのコンピューターで、ね、何ができるかというのを実験しとったんですよ。でもね、あれソフトがなければただの箱、今はね何ぼでも無料でソフトもらえるんですけど、当時なかった、入ってなかった。だから毎日曜日ごと にあの大阪のね日本橋行ってね、カチャカチャンカチャカチャンカチャカチャンとコピーがね一つ1000円でもらえたんです、ソフトをね。だから前にあるもんまたコピーしてね、パッ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 とコピーしてね、それで、あコンピューターってこんなもんかと、ワープロもできるし、ワープロは管理工学のねあの優秀なソフトがあるんですよ。これを開発した人がね今 YouTube 出てありますわ、あの徳島の YouTube 出てる人ご存知？ものすごい陰謀論的なやつを述べとられる方ね、あの服部さんという方、あの人がねあの簡易工学のね優秀なワープロソフトを作られた、それを買ってね3万2万か3万で買って、あここまでできるようになったのかということでね、あれ以来ね私ワープロバーッと売ってる文章がね今の竹取物語のそれにもつながってね OS が確立したわけですよね。この OS ができるまではそれぞれのコンピューターごとにそのフォントが違うわけね。だからこっちのコンピューターで売ったのをこっちのコンピューターでやろうと思ってもできなかった時代なんですよね。それがこの OS ができたの、マイクロソフトの OS ができたがためにみんながこのソフトをメーカーが違っても機材が違ってもデータはお互いが共有できるというのはこの OS なんですね。これ案外知らないね、マイクロソフト重要な役目、それをその金をかけずに日本国が無料でそれを提供しようと、かつての日本は JIS 規格というのを作ってですね、ここまでの分はもう基本的な分は無料で提供します、それ以降に関してはそれぞれ特許を取って部品を作ってくださいというようなものを作ろうとしたのがこの松下トロン OS の技術者17人を殺害するためと。ということはこれはアメリカのその資本のそういうマイクロソフトとか言われる人たちのまあ動きに関係するのかなと。ということはマイクロソフトもあのそういうイルミナティ白人の偽ユダヤということにまあつながってくるのかなと思ったりするんですね。で JAL-123 便が核弾頭を輸送していることを米軍が突き止めミサイルを攻撃した。ということはこれ米軍がですね、米軍機、自軍機、偵察の NSA 機、ソ連機を全機墜落させた。その次にですね、自衛隊はですね、日本製の円盤型軍用機で米軍機、自軍機、自衛隊のあれですね、それから偵察の NSA 機、それからソ連機を全機撃墜した。これご存知ですか？ソ連機を撃墜した。アメリカが、日本製の円盤型軍用機、こんな知りませんね。それは米軍機も自軍機も偵察の NSA 機もソ連機の全機を撃墜した。ソ連機がなんでおるんやと、これ最近知りましたわ。これはアメリカのじゃソビエトのなんかカニ光線がなんかこう日本へ来てたらしいんですね。それを無事に届くかどうかをあのソ連の戦闘機が上から警戒していたという話が最近知りましてね、それ来てた人もその人もなんか異変が起こってると、航空なんとかという発信を鳴り続けてるから何が起こったんかということで近づいて、それがために撃ち落とされてしまったということで、これ全部原因が分かってくると戦争が行われるというようなことをまあ言われてるんですね。で JAL-123 便の生存者は数十名以上いたが、ほぼ全員 VX 毒ガスなどの手法で殺されたということなんですね。その直後に地元の住民がですね、この大阪山に墜落したの知ってるから登っていった人がおるんですね。
で、うめき声が聞こえていたと。で、ヘリが飛んできて、なんかその、ばらまいたと。それがまあ、これによると VX というタイプのものなんかな、毒ガスをばらまいた。その直後にうめき声がなくなった。全が死んだということですね。で、その後、これには載ってないんだけど、その火炎放射器で全部焼き切ったという話もあるね、その後に。だからガソリンとかコールタールの匂いがしていたということが、助かったシュワですが、木にぶら下がっていたシュワですがですね、なんかそういう表現をその後 の証言でやってますね、本を出されたりしてね。で、それもつながってると、ここに書いてないんだけど、宗教的な意味を持たせるために犠牲者は520人でなくてはならなかった。だからこの犠牲者は520人となってるんだけど、まあ、これも意味がわからない、犠牲者がね、乗客が助かった人が4人を助かってるんですかね。だからこの犠牲者は520なくてはならなかった、520というのはこれなんかこの数字を足すと意味があるのかな、まあ、そういう意味のようなことがまあ起こっているということが最近出てきて、いろんな原因が出尽くしたということが言えるのではないかなと。これがどのようにまあ見るのかということにまあつながってくると思うんですね。で、まさにこれはですね、全関係者が共謀し、国家ぐるみ世界ぐるみで壮大な隠匿を行ったので、すでに多くの自衛隊基地に核弾頭配備済みとは関係者の間では女子ですとして、日本国民はその事実を知らされることは一切ありませんということがこのインターネットで載ってるんですね。で、ここまでまあ知ってる人はあまりいないんじゃないかなと。で、それぞれにわたっていろんなことがまあ毎年この終戦記念日のこの8月になるとですね、このことがテレビ局で特別番組を作ったりしていろんなことを述べておられるんですけども、結局テレビ局は核心のものは全てやらずにですね、犠牲者の数とかですね、今までに放送した中身を述べながら、あるいはその後にできた本ですね、本を書かれた都合のいい部分だけを報道して、終わってるというのが、まあ、現状ではないかなと思ったりしてるんですね。落合由美さんとか青山透子さんがですね、本を出したりされてるんだけど、まあ、その内容もどちらかというと核心に触れていないのではないかなと私は見ております。墜落機確認直後の映像、日航の事故独自が空撮でいろんなことが伝えられておりますが、彼らは無残にもどすぐ毒ガスで息の根を止められたり、火炎放射器で生きたまま焼かれたりしていたと言われることが述べられていると。これらは国家秘密を守るため特殊部隊が編成され事故処理に当たったというところまで、まあ、事実が伝えられてきたということでございますね。で、このプラザ合意というのが2億円高にさせるための米軍が仕込んだミサイル誘導誤誘導事故であったとかね、いうのが出たり、それと関連して大西洋であったですね、タイタニック号の事故のあれとよく似てるんじゃないかと、この事件がね、まあ、事故でなしにこれは事件だという見方からすればね、そういうことを述べておられる方がいらっしゃいます。防衛費 GNP1% 問題に伴う自衛隊が撃った訓練用無人機が、尾翼に直撃したと、そして墜落機の複数生存者を特殊部隊が暗殺し、自衛隊の特殊部隊ですね、 M2 型火炎放射器で焼き殺したということをまあ言われておりますね。それでこれらのいろんな事実が分かると具合が悪いので、100名ほどの特殊任務になった自衛隊がですね、現場の全ての部品を回収したと、朝までの間にね。だから日本政府もマスコミも分かっているにもかかわらず、御巣鷹山に墜落したとは言わずにですね、どこか分からないということを繰り返していたと。で、アメリカのプロペラ機もですね、
救助に向かうと言っていたにもかかわらず、ロープで降りようとして途中でですね、日本の自衛隊が救助に行くから撤収せということで、アメリカのそういう救助部隊も引き返したと。でそれに関しては一切もう述べてはならないというような口止めをまあされたとかですね、いろんなことがまあ言われてるんですね。で全て口外するな。だからもしこれがそういうとんでもないことの原因がなかって、なるならたくさんの人たちが助かったのであるんだけども、これらのいろんな原因によってですね、無残にも乗っていた坂本九さん、上を向いて歩こうよって、これ年寄り分かる、若い人今知りませんね。私ね、先もちょっと休憩時間に言ってたんですけど、今テレビとかね、ラジオどっちか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 、これね、国民をねもうね洗脳さす一つのもうあれですよ、イライラさすための、ね、音楽、もうわけのわからん音楽、どんちゃん二拍子の音楽はそういう音楽なんですよ。だから我々のこの演歌、私ね、楽しい話させてもらうとね、テレビ局におりましてね、テレビ東京がやってた、ね、演歌の花道というのがあるんですよ。それをね、テレビ局いた、テレビラジオ局行った時にね、そのモニターしてたんです。で、まあ、見ながらね、コマーシャルの間のタイムを測るんですよ。それでコマーシャル入れていくんですけどね、それをコンピューターによって自動的にコンピューターがコマーシャルを動くようにするんですけど、坂本九ね、上を向いて歩こうよ、何で上向いて歩くんですか、ねえねえ、これなんかもう一つ意味はありません、この人の歌がねえ、なんかこの事件をまさにそのあざ笑うかのように、国民はそういうふうにしてせがせえと言ってるような、なんかそういう深い意味がある、たまたまの話だと思うんですけど、坂本九も何らかで関わってたんかなというようにね、まあ、思ったりするんでね。で、神様ですと言う人いますね、南春夫はあ国民の皆さんはですね、皆さん神様ですという言葉は素晴らしい。南春夫もね、あれ戦争に行っててね、いろんな経験をまあされたらしいですね。まあそれを言いといて、まあとにかくこの私がですね、もう今イライラしてね、テレビもね、ラジオもね、ラジオでもほとんどもう見ませんね。音楽かかってきたらブチンと切りますね。ニュースだけはちょっと見る時があるんですけど、ね、目覚ましでね、目覚ましだけですよ。テレビはここもう15年見ておりません、一切。YouTube ばかりです。で、YouTube で見るのは演歌の花道とかの演歌を歌っておられる YouTube を見るんですよ。和みますね。和みませんか。ここにいらっしゃる私とあまり年代変わらない方がベンチャーチャーンチャ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 ってね。チャーンチャララララーンチャララランチャラチャ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 、これは関係ないね。そういうね、ベンチャーズとかが流行りましたね。エレキのギターがね。で、なんか私もその放送局おりましたんでね、すぐ横のラジオのスタジオでね、そういう音楽が流れてました。私は報道部ですからね、1時間行って時期の起こった行ってこーい言われて、カメラ持ってわーっと走っていってビャーッと撮って帰ってきて現像して、すぐ次の放送時間に間に合わすような、そんな仕事してましたんでね、あまりそういうラジオの方はあまり知らなかったんですけど、テレビの方に行くようになってですね、演歌の花道とかね、安らぎましたね。で、そういう音楽が流してくれないかなと思って YouTube 見たら、あの YouTube のヒットがね、演歌の歌がね、何百万のヒットしてるんですよ。我々のこの YouTube ね、1000ですわ、2000で、一番のよく見られてるので3万で、NASA の人と一緒にここで対談した話がね、12万かなんかになってますね。で、さらにその上がね、自分の子孫とある時に話してた内容が今25万かなんかなりましたね。まあもうすごいですよ、25万とか十何万なんて言ったらね、ものすごいもう人たちが見てるということで、いいねしない人がそれの100倍ぐらいの人たちがもう全部見てると。だからあれ20万かなってきたら、もう数百万の人がこの私の YouTube を見ておられるということに繋がってくるのではないかなと私は思ってるの。もう政治を動かすぐらいのね、もう効果がね出てるんじゃないかなと私思ったりしてるんですけどね。でもう一つ、
あの私の旅行のブログがあるんですよ。それがね今48万ヒットしてます。48万で、30位の中に入ってるんです。それが世界旅行してる、あの民族探訪してるやつとかね、それらが。だからそれはものすごい人たちが見てるんだな。そこに書き込みをすると、まあセンセーショナルな内容にこのことを書いたらね、内容になるんじゃないかなと今ちょっと考えてるんですよね。追加して書くことは可能なんですけど、宣伝はできないんですけどね。だからそういうふうな形で今やまさにこうネット世界になってきた。政治が何を言おうと、マスコミが何を言おうと、今なんかほとんどテレビなんか見てる人いませんね、学生でも。私がね、あるマンションのね、今この仕事はボランティアでやってるので一切金は儲かりません、マイナスです。ところがね、私の今生活するのは管理人をやってるんですよ、マンションの管理人で。あの管理人でね、掃除をしたりね、そこから夜中でも入居者から電話かかってきたらメンテナンスにも走り回るというね、夜中も寝てない時があるんですよ。まあそういう仕事をしてるんですけど、それで飯食っとるんですけど、今の若者ね、部屋にそのテレビないですわ、もうほとんどないで、あっても見てない、ほとんどね、パソコンですね。で見ているとしてもテレビに目を向けてるんじゃなくて、一人で寂しいからテレビを BGM でわからない音楽が、あれはなんか喋ってる音楽がいなかったら寂しいから、かけてるだけでございましてね。今までそういう人多かったんですけど、最近テレビすら置いてないね、そういう時代になりました。だからあのテレビ局は未だに維持できてるというのは不思議でたまりませんね。ほとんど見てますか、テレビ。ほとんど見ないでしょ、まあ、ニュースぐらいやな。ニュースぐらいでしょ。ニュースにコマーシャルなんか出てこないから、スポンサーはテレビにスポンサーのコマーシャル出しても販売力につながってないと思うんです、うん、出ないのにだからスポンサーはあれを金出してるのかなと、効果ないね。だからあれテレビにコマーシャルのスポンサー金を出さなかったらテレビ局も成り立たないんです。新聞社もそうですよ。新聞社に広告を出さなかったら新聞社はもう運営できない。新聞ももうほとんど今読んでないでしょ。私もこれもう新聞実は13年ぐらい前からも新聞取ってない、ほとんど取ってませんって、近所取ってませんわ。それとね、 NHK のね紅白歌合戦、昔ね紅白歌合戦が始まる頃にね、神社へお参りに初詣に行くんですよ。今神社初詣も行ってもね、紅白歌合戦のあれの音楽が聞こえてこない、みんな見てないんですよ、紅白歌合戦。あれで NHK が成り立ってんのかなと思うくらい、もうほとんど見てませんわ、紅白歌合戦。ご覧になってます、見られてる方いらっしゃいます。あ、誰もいらっしゃる。あ、若い人も紅白歌合戦見てませんわ。あれで NHK が成り立ってんね。だから NHK なんかほとんど見てない、それ見ませんわ。ひどいもんですよ、中身はね。かつてのあれなんていうんですかね、テレビラジオが言ってる大本営発表によりますと、どこそこの、太平洋のなんとかに南方沈戦が南下して、激戦を日本が大勝利を得ましたというあの放送ですわ。あれが大本営発表ですわ。今の若い人は知らない、ね、それと同じような放送をしてると、嘘の報道をしてるということを、私は元報道部でしたので分かりますから。私がこんなこと言う人いないので、現役の人がこんなこと言うと、そぶあなたはもう会社辞めてくださいいうことになるのでね、言えないと思うんですけど、それ見てる人もいらっしゃると思いますよ。ニュース速報とかはね、皆さん見られると思うんだけど、私はニュース速報 もう見なくなり、関係ないから、仕事と関係ないんでね、まあ、台風情報の時ちょっと見るぐらいでございましてね、まあ、ちょっと 横にずれてしまったんですけど、元に戻しますとですね、このジャル123便、ジャル123便からとんでもない話になってしまった。堅苦しい話ばかりしても面白いでしょ。それたまにやっぱお笑いの話もしながらね、日航ジャンボ機ジャル123便が墜落事故を起こした。待機命令を無視して救助に行こうとした隊員は射殺されNHK アナ、ただいま長野県警から入った情報です。現地に救助に向かった自衛隊員数名が何者かに銃撃され、死者負傷者数名が出ている模様ですというね、こんな速報が流れたらしいですね。これは知りませんね、聞いてませんね。これ本当かどうか、これ嘘やないかなと思うんですけどね。経済が危機的状況下にアメリカが仕掛けたテロで富士山を噴火させると、
日本の海の底に沈めるぞと連日のように、日本政府から資金を引き出そうとしていました。またアメリカは年次、改革を要望書という形で毎年11日本に資金を要求しており、大臣や官僚の人事まで口を出しています。これが、まあ、プラザ合意とつながるのではないかなと。これに合わせた中曽根は40日後の昭和60年9月21日にプラザ合意をし、1ドル250円に決まりました。皆さんもご存じの通り、中曽根のアメリカへの加担は枚挙にとまがありません。 JAL 事件以外にも、歯磨き粉に不妊剤を混入させたりしたアメリカの飼い犬で、日本国民をアメリカに売ってきた売国奴です。また米軍がガムに移転するのに18兆円必要だったのですが、日本は拒否して、半年くらいした頃に山手線の高田の馬場と目白の区間でレールは2本大きく曲がっていたので、それを朝一番でレールを点検したのを発見しました。3日後に日本政府は13兆円の捻出を決定しました。レール日本で18兆円ですとこう書いた。こんな事実ですかね。で、これこの情報知らないんです。初めて今知りました。また鹿児島でも沖縄の P3C 対潜哨戒機の基地を加谷に移せと、鹿屋か移せと米軍が行ってきましたが、日本政府が拒否したところ、基地の南で、指宿に行くトッピーという船の水中翼船の後ろの羽にアメリカの潜水艦が火炎の抜いてある火薬の抜いてある魚雷を衝突させました。またがた慌てた日本政府は3日後に、基地移転を認めたのです。これは何かあったような気がしますね。これね、このトッピーという水中翼船に昔乗ったことあるんです。それ知らなかったね。乗ったことあるんですよ。種子島まで行くときにね、だからそこから九州のところで種子島に乗るときにトッピーの水中翼船ね、ものすごいスピードで出ますね、あれね。それ乗ったことあるんですけど、そのことかなってね。で、日本はアメリカの準植民地であるということ、日本はアメリカの準植民地ですから、従っている限り潰してしまうことはありませんと。植民地だったらね。それにしてはアメリカのイルミナティは日本に攻撃してますね。3.11 の津波ね、あれもアメリカが起こしたやつやないかなと。日本の別班もなんか絡んでるという話も YouTube で出てるんで、これは本当のことなのか私は分かりませんがね、出ております。 JAL 123便墜落事故などではなく追撃事件であると。皆さんもすでにご存じの通り、アメリカが撃墜したイラン航空655便の撃墜事件は有名ですと。日本航空によると22時の候補では運輸省は事故現場の経度移動を長野県の南佐久郡五座山北斜面になったということで、朝日新聞で防衛庁からとして、現場は長野県の五座山北斜面と誤報を繰り返していたということで、実際に落ちたところを、発表してなかったと、マスコミがね。まあ、マスコミもある程度知ってたんじゃないかなというふうに思う。マスコミもグルでですね、とんでもない情報を流していたのではないかなと、いうように私は思うんですがね。で、これボイスレコーダーの中にはですね、飛行航跡図があってですね、スコーク77ということがボイスレコーダーの中に言ってるんだけども、このスコーク77は緊急事態時にしか使わないということらしいんですね。で、事故調査委員会がオールエンジンとしたのは違うのではないでしょうか。オールエンジンというような形でやってるんですが、オールエンジンがどないしたのかという、そういうことを機長が言うことはまあありえない。スコーク77というのはこんなことは今のかつて発信したことはないようなことをですね、やったがために、自衛隊基地から緊急事態ということでスクランブルの戦闘機がですね発信したと。で、JAL 123便に向かってですね、見たら尾翼のところにそのオレンジ色の森の、そのミサイルが、まあ、突き刺さってたか突き抜けてたかなんかでですね、それが海の中に、まあ、一部が、まあ、落ちたということで、その後引き上げたんだけど、そのニュースもほとんど、まあ、出さずに終わっていると。で、オレンジエアというのはどういう意味なのかと、海上自衛隊の言語で誘導ミサイルや無人標的機のことですという。機長は海上自衛隊出身だったので、オールエアーと、オールエアーというのはオールエンジンとなんか、伝えてるというようなことを言ってるんですけどね、まあ、これは我々のこと、そういう通信のことわからないんですけどね。で、つまりこの機体にですね、オレンジ色の塗装が
地上に引きずったように、まあ、ついていたと。このオレンジ色が間違いないと。しかも乗客の中でそのオレンジ色の物体が飛んできている瞬間を、まあ、撮ってる人もおるし、エンジンに突き刺さってるこのオレンジ色のミサイルをですね、写真を撮ってるのがですね、全員が帰った後の乗客が撮ったフィルムが、一般の人によって、持ち帰った人がですね、現像したらその飛行機の航跡の全ての場所も、その中に映っていて分かったというようなことまで、分かっておりましてね、これのオレンジ色のこの物体はですね、巡航ミサイルであると。しかしこれはですね、謎の飛行物体であってですね、オレンジに塗ってるのはその実戦用ではなしに模擬訓練用のものであったと。ですから機体に普通は当たればそこで爆発して一瞬のうちに飛行機はこっぱみじんになるんだけども、その巡航ミサイルでも模擬訓練用のやつだったり突き刺さったままでですね、飛んでいたのではないかと。主翼に一箇所なしに二箇所もというような話も出てる。それエンジンは一つやられたんかな。だからエンジンもあれ4つあるんですかね、ジャンボ4つかね。だからあれ飛行機のエンジンが一つ折っても2つと1つで飛べるんですね。 これは十分いけるんですよね。だからベテランのパイロットがこれ重要なものを積んでたので、自衛隊の訓練で JAL でも一流の人をその飛行機に特別に乗せたという話もあるんですね。だからいろんな人たちがその飛行機がちょっと特殊なものを積んでるということを感づいてた人は乗らなかったのではないか。たくさん乗らなかった人がおるんですね。それを知ってた人がいうこともあるんじゃないかなと。これは私の推測ですよ。誰も言ってませんから、これちょっとあまりペケにしといてください。しかもですね、彼らは遭難した人々を救助するのではなく黙々と現場に落ちていたものを拾い集めていたということですということです。夜中ね。で、朝になるまでにですね、重要な部品はですね全部撤収したと。100人の自衛隊によって撤収していた。その間落ちたところは一切言わなかったということでですね、いうことが分かってまいりました。でその部品はですね、何がだったのかと。ミサイルの破片や自衛隊機、米軍機、そしてソ連の戦闘機などの部品が、その拾い集められたということが、まあ、分かっているわけですね。御巣鷹山に落ちたね。だから御巣鷹山に落ちたんじゃなくって、御巣鷹山に落ちる時に地上部隊によって撃墜したのかなというような話も、まあ、あるんだけど、まあ、その辺が、まあ、はっきりとまだわからない。だから御巣鷹山にはそんな地上部隊がおって落とすような装置がそこにもしあったとするんなら、ある人が言うのには、その御巣鷹山の地下に核実験場があったのではないかというようなことを言われる方もいらっしゃって、それは私には分かりません。現在もあるのかどうかね。だからそれをあのプルトニウムを積んでたと、大阪空港に行くのにね。それをその御巣鷹山のところで降ろすことになってたというようなことを言う人も、そんなことありえないですよね。上からそんなもん、飛行機 この絵の投げじゃないけど、飛行機の底をバッと開けたらね、あの原爆の原料であるですね、プルトニウムをポン、プルトニウムなんか落とすような、そんな装置は、ね、ないですわな。JAL123 戦闘機かなんかならね。この話はおかしいなと。でなぜそのスクランブルをかけた2機の自衛隊機が御巣鷹山へ誘導させたのか、ジャンボジェット機のこの機長はですね、この米軍基地に降りたいと。で東京の管制塔は東京の羽田空港ですね、今あの時はね、羽田空港に、降りられるような体制を組んだと。で飛べるというような状況にもかかわらず、ある人の命令によってですね、そこへは着陸させずに、なったと。で自衛隊がスクランブルかけたので、自衛隊も応対してる時に地上管制官とのその対話ができてなかったから、そのまま誘導したままでですね、御巣鷹山に、まあ誘導されたのではないかなということで言われてるし、そんな飛行能力のないジャンボジェット機がですね、この米軍の横須賀基地ですか、
横須賀基地がすぐ近くにあったわけ。もうすぐもう着陸してれば横須賀基地にすると折れるにもかかわらず、そこへなぜ日本の政府が降ろさなかったのかということで、降りたら全員が助かってたと思いますよ。素晴らしい機長ですから、戦闘機に乗るような機長が乗ってたわけですから、それでこう回ったり全部旋回してたわけですからね。後ろのこの尾翼によってその向きを変えるらしいですね。あれがなくなったらもうどこへ飛ぶかわからん状態で、この噴射のあれによってこの行き先を変えることができる。上上がったり、最初はそこにバーンと隔壁にミサイルが刺さった時にですね、急降下したらしいですね。 1000m まで急降下させた。で無線に映らないように刺した。そのまま飛んでいったと。で富士山の近くまで行って、その後にそのスクランブルの自衛隊が来たから急激に上昇したと。なぜか言ったらその地上からですねミサイルがまた飛んできたって話ね。それが核兵器に当たったミサイルなのかちょっとそれわからないんだけど、だからその新型ミサイルの性能を試すためにですね撃ったんじゃないかと。つまり普通の実験ではダメだから、実戦のジャンボ新型のジャンボジェット機に対してどのぐらいの効果があるのかを実験するために模擬弾でやるための模擬弾だったんだけど、何らかの関係で発射してしまったということが言われたり、まあ、してるわけですね。それがタンクが発射してしまった。だから機長はですね 1000m から 2000m へ急上昇して旋回をしてですね、でこう逃げようとしたと。ところが新型の誘導ミサイルですから、どう向こうと何しようと標的に向かって必ずそのミサイルは撃ち落とすというすごい、機能のあるミサイルだったと、新型ミサイルだったと言われてですね。だからその実験をするためにね、実戦部隊を探しに、乗客の乗ってる飛行機にそんなことはありえないと思うんだけどね。それは言い訳でしょ多分ね、だからそれは分からない、謎になってます。だからそういうことが言われてます。でもしこれが明るみに出ればですね、前橋地検の山口検事正は、ね、原告の被害者たちに異例の説明会を開催し、事故原因がギリギリまで追及すれば戦争になるなどと発言していますということが言われてますね。まあとにかくこの恐ろしい事件です。でこれマレーシアの、ね、飛行機が、北京へ行く飛行機のマレーシア航空機が急遽 U ターンしてですね、オーストラリア沖に沈んでしまったという話がございますね。これがオーストラリア沖に沈んで、なんか潜水艇を出してですね、言うてもう何時間にもわたって捜査してもかかわらず一切見つからずに、インド洋のガルシア島アメリカ基地に、まあ、着陸したという話があって、そこで、携帯 IBM の人が携帯で話し、今ここにおるんやというようなことで、その続報をね、いろいろ聞いてるとね、ガルシア島はね、日本がね、金を出して作ったガルシア基地なんですって。まあ、中東とかそういうの辺が安全にですね、その船が行き来できるように日本も協力して、日本が全面的に金を出したと言ってる人がいますわ。うん、そこにもうステルス型の戦闘機がたくさんあるらしい。そこへ着陸した。その飛行機その後行方を知れるでしょ。色を塗り替えてなんかどっかへ飛んでいたとかいう話もあるんだけど、全部もうわからない。あれはソビエトのプーチンを落とすために飛行機、その飛行機と間違えて貨物飛行機が落ちたとかね、もうわけのわからんガサネタがまあいろいろあるんですけど、まあそれを置いといて、でソ連機の残骸もあったと、ソ連機も犠牲になったということですね。JAL 123便墜落事故に得体の知れない闇が潜んでいることを述べる前に、より多くの真実を解明させた 9.11 を例にとり、その背景について説明しますということで、ニューヨークの貿易センタービルを自作自演で爆破し、戦争の口実としただけではありませんと、アルカイダのテロをし、イラク侵攻への世論誘導に利用、ニューヨーク貿易センターに保険金をかけて大儲け、日系保険会社倒産、事前に航空機株を大量に空売りして大儲け、
アメリカ政府の財務について調査していた組織を抹殺。アジア王族からの借金返済日、2001年9月12日の前日、借金踏み倒しのために、ニューヨークの貿易センタービルにですね、自作自演で飛行機を突っ込んで、ビルを爆破してですね、まあ、爆破、ビクを爆破した、核で爆破して、ビルの解体現場ですね、あれは私はもうビルの解体現場で、ブーッとそのまま降りてるでしょ。飛行機が上に突っ込んだだけであんなでっかいビルがスーッと真下に降りますか。しかも全てが木っ端みじん、もう人も何もかも中のものは木っ端みじん、鉄も何も木っ端みじんになることはないでしょ。飛行機が突っ込んだだけでね。あれはビルの解体現場で核を仕掛けられたと。あの消防員も残ってる人も全部もう木っ端みじん、もう粉になってしまったということですね。これ日本の国民知らない、外国の人たちも知らない、うん、あら自然の飛行機が突っ込んでですね、飛行機が突っ込んでますけど、飛行機の突っ込んだ時に部品がバーッとこう飛び散りますわな、ビルに突っ込む時におかしいでしょ。あ、私あのテレビ局で合成とかね、まあ、テレビ あの合成のね、あのフィルムの35ミリの時代の時に合成の仕方のコマ撮りのこともやってたことあるんでね、あれはもうテレビ局やったらクロマキーというブルーベースにやっておけば、飛行機の映像をブルーベースにしてポッと電気的に合成すればですね、飛行機がスーッとこう簡単に中へ合成することがまあできるんですよ。でもう一つは、現場でリポーターしている人がですね、ただいまこの国連貿易センタービルに飛行機が突っ込みましたという中継している画面がね、まだ突っ込んでなかったという話があるんですよ、うん、ということは事前に報道機関に飛行機がそこに突っ込むということを知っていて、現場に中継車を持っていてですね、もう報道させているという、この不思議な事実、これを聞けば一般の人はわからないかもしれないけど、我々報道をやってましたんで、ね、全部わかるんですよね。でしかも国連じゃない、あのワシントンのところに飛行機が突っ込んだというありますね。あれも大砲が撃って飛行機が突っ込んだったら、もっと横幅の広い範囲に壊れてないとダメなのに、大砲の穴の分だけしか開いてないでしょ。そんなところに飛行機が突っ込むはずないわけです。盛んにみんな言ってるのに、そこにみんな突っ込んだと思っておられてね、あれもおかしい、あれも自作自演で嘘の話。まあそういうことがいっぱい起こってるんでね、あれフォード大統領の時だったかな、なんかもう私も最初から分かってない、3.11 の、 津波の時も、まあ、分かってたし、書き込みしましたよ。書き込みしてもすぐ消されましたんでね、もうそのやめましたんですけど、これもおかしい。こんだけ言ったらね、分かるでしょ、もう嘘やというのは分かりません。この話をね、実はこの博物館に見学に来られた方で、この周辺をね案内するバスで来られた方の案内のあれがありましてね、その時にたまたま、まあ、この井の岡山とかそういうの案内した後、昼食も一緒しませんかということで昼食した時にね、なんか誰かがその話題を出したんですね。であれはアメリカの遺産ですよと。で、あと皆さんご存知でしょって言うと、いやそんな知りません、うちの子供はあのニューヨークの、 あの貿易センタービルの時にあのビルに飛行機の突っ込んでいるのを見たと言ってますと、間違いないですと、うん、その見たというのはテレビで見たんでしょと、実際にその突っ込むところを見たのかどうかは聞いてください。あの突っ込むところを見るということは、事前にそこに待機していて飛行機がものすごいスピードで突っ込む瞬間を見ようとなったら、普通はそんな見てる間がないんじゃないですかと。何千分の1秒で突っ込むわけですから、その瞬間を見るなんてことはもう不可能なんですよ。だからその子供さんに言ってください。本当に自分の目であのビルに飛行機が突っ込んだその瞬間を見たのかどうか、見られたんだったら私に電話してください。その電話ございます、はい。多分テレビでご覧になったんじゃないかなというふうに思っております。でなかったらありえないわけですから。まあ、今でも皆さんは、あれ実際にあのビルに飛行機が突っ込んだと思っておられます？思ってる人いらっしゃいます？飛行機が突っ込んだと。
あれそこ出ないと思うでしょ。1週間以上前からもう 爆弾仕掛けとったから、はあ、だからもう分かっとるもんは出勤しとらへんから、そういうことなん、うん、でもそれはその後に分かってきたわけですけどね、うん、だからたくさんのそのことが行われるということで知ってる人たちは全部逃げてるんですよ。ほとんどいない。だからそれの知らない人だけが残ってるということですね。消防隊員もそれ知らないから、消防隊員も中に入っていた人はその爆撃で全部こっぱみじんに犠牲者になっておられるんですね。だから自作自演、保険金詐欺でありですね、まあいろんなテロの関係もあるし、保険金かけると空売りして大儲けするとかね、そこからまさにね、だからこれこんなこと言ったらね、私の首がもう飛んでしまうと思うんですけど、まあ、アメリカのやってることはまさに自作自演の嘘ばっかりやってるんじゃないかなというように思われますね。これ日本人がねやっぱりここで目覚めないと、今日本人の3分の1削減計画というのは行われております。ケムトレールをはじめですね、医療の問題、どん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 日本人はいろんな形でですね、お亡くなりになっておられます。それを皆さんご存じない、マスコミは言わない、厚生労働省も言わない、誰も言わない、知っている人だけが生き延びる社会に、なって、まいりました。それを知らない人たちはですね、続々とお亡くなりになっておられますね。特にそれ最近思うのが、私たちのこの村の周辺でもね、私より上の人はね、もうどんどん亡くなってますわ。だから私もまあそういう年齢になってきたということにも考えられるかもしれないんだけど、病院に何日かも入院して亡くなる人はいないですね、今ね。病院に行けば病気にさせられるということをある方が YouTube で述べておられますね。まさにその通りですね。で薬をこの間も地元の和尚さんの、有名な和尚さんのところに、来られた方で、がんですと言われて、で今どないしてるんだって、いや14種類の薬を飲んでるんですと。でどうしたらよろしいかって言ってね、この腹巻き、これを巻いてください、飲んでるものは全部やめてください、でもう温泉に入るなら温かくしてね、やってくださいと、もうそれでいいですということでね、やれた方が1ヶ月後に来られてね、がんが全部消えました。もう私1ヶ月の運命ですと言われたのが消えましたと言って来られたと、和尚さんがおっしゃっておられてね、おかしいでしょ、そんな奇跡が起こりますか。奇跡かもしれませんね、まあ、奇跡で治める人も言われるかもしれませんけども、これは奇跡じゃないんじゃないかなと。だからその時にね、私は思ったんですよ、がんという病気は本当にないんだな、それら私はがんという病気はないということを私自身いろんな体験をしてね、私が職場で、突然パソコンの前でガクーンとうつむいた人がもうそのままで救急車で運ばれてね、亡くなった人がいますわ。その人も、まあ、がんという告知をしなかったからかなと思ったりするし、私の重要な、先生ね、お茶の先生とかお茶の先生、お花の先生の方もですね、まあ、タバコを、まあ、好きな方で、タバコで癌になられたかなと思ってたんですけど、タバコでは肺がんにはなるかもしれないけど、死ぬことはないんじゃないかなと、タバコではね。だからその方も抗がん剤を、まあ、打ってたのかなと。いろんな人たちがね、私の周りで数え上げればもう30人の人たちががんで亡くなってますわ。最近でもがんと言わずに、いや私はがんでないんです、腺がんと言われました、がんと違う病気なんです、大丈夫です、もう今もう電話しても出ませんわ、うん、もう皆さんやっぱり医者を信じるんですな、うん、ここまで言うててもね、皆さんやっぱり医者に行かはりますよ、医者にお薬をもらいに行かれますわ。お薬をもらいに行ったらまた違う病気のまた病気になってね、次から次へとね、そういう人が多くなってきてるのではないかなと、まあ思ってるんですけど、これあんまり詳しく言うと、私は医者じゃないのでね、あんまり言えないんですけど、まあどうもおかしいのじゃないかなということしか私は言えない。
だからがんはなんかある人によると温めたらいいんだと、温泉に行ってね体を温めて、私今ねだから夜風呂に入るでしょ、で朝もね最近こんなことやってますから疲れるんですよ、朝風呂にも入るんですよ、もうだから水がもったいないから、私金持ってないからね、お風呂のこのぐらい底たまりだけこうやってこう足を上げてね胸のところだけこうあの足を上げてね、風呂ももったいないお風呂がね、そんなもん一人か二人か入らない。こういう声上げてね、あったまってね、やってるんですよ。ほんなら、一回のお風呂で、夜と朝にやってても、ね、そんなに金いらへんでしょ。そんなことして、私今、あれですよ、老後の生活を、年金で生活してるんでございます。はい。健康保険は、一切使いません。病気になっても行きません。今、病気にならない。ここ10年間。風邪もひいても行かない、病気に。ね。花粉症になっても花粉症の薬をもらいに行かない、今もらいに行ってましたわ、もらいに行かなくてもなんとかもう鼻がだれようと目が充血しようともうどうもないんですよ、外に出ないようにすればねどうもないわけですからね、あれ花粉症があんなに杉花粉ならね、京都の北山のあの杉を払ったらいいんですよね、あれ政府がね、そんな思いません、杉が飛んできてだけど、うん、昔わし我々の子供の時にも、うん、どんだけ花粉田舎で飛んだったらどうなかったでしょ、花粉症の人いないですよ、いないでしょ、うん、なんであの花粉症になるの、あの煙トリルがばらまいてるからかなと、うん、そういう人間に変わってそれが花粉症になってるのかもしれませんよ、うん、あれもトイレの横の方にその煙トリルの液体置いてあるらしい、トイレを掃除する人がその液体を入れ替えてるらしいんだ、分からずに、でその人が暴露してね、日本のあんた敵航空便にやね、そのケムトレールの装置がしてあるという話ですよ、言うてるんだけど未だに飛び続けてるんでしょうな多分ね、一般的にはこう筋雲になってるあれがケムトレールだと言われてるんだけど、そうではないみたいですよ、まあそれを置いといて次に進みたいと思いますが、核兵器に使うプルトニウムは長野県にある極秘の核施設で取り出されていってるという話を聞いて私にはピンとくるものがありました、それは1985年8月に JAL 123便の墜落事故との関連で、この墜落事故は実は金属疲労による事故でなく自衛隊と米軍による戦闘の結果でした、一連の事件を設けて地元の人々が何とも入山して航空機の残骸を拾い集め25年以上にわたって調査を続けた結果、見つかったのは123便の機体だけではなく米海兵隊所属のオペラペラ機 RC-130 の着陸装置、地対空ミサイルレッドアイの弾頭部分、黒い塗装で偽装したアメリカ空軍所属の F-106 の機体破片など膨大な量の残骸だったのです、 JAL 123便が撃ち落とされた主な理由はアメリカが、誘導した円高に反対していた関西財界の主の4人を暗殺するためでしたうとも書いてますね、1985年6月アメリカは日本に対して円高にしてほしいと申し入れてですね、123名核を積んでいたということですと、国内で製造した核が積んで大阪に運び大阪港からどこかへ積み出す予定であったというのですと、で次が重要らしいんですよ、アメリカは日本が密かに核兵器を製造していることを疑っており、その証拠を抑えたいと内定していたところ、JAL 123便で運ばれるという情報をキャッチし、現物を抑えるために黒い塗装で偽装した所属不明機で JAL 機をつけ、狙いました、日本にしてみればアメリカを出し抜こうとして核兵器を秘密裏に製造していたので現物を抑えられると非常に困る、そこで機体もろとも海中に沈めしまうということになり、海上で米軍機に撃墜されるように仕向けたのです、しかし JAL 機の機長は思いのほか優秀な人でした、日本政府は JAL 機側には積み荷の中身を伝えておらず、ただ貴重なものであるということでベテランのパイロットの搭乗を要求しました、そこで自衛隊出身であり飛行技術に長けた腕利きのパイロットである高浜正美操縦士をその任に任せました、彼は戦闘訓練を積んでいるので米軍によって尾翼が破壊された時点ですでに人為的攻撃であることに気づいたようです、すぐさま高度1000メートル以下の超低空飛行と切り替えました、この高度なレーダーに捉えられなかったそのために以後123便の管制レーダーから消えてしまい周辺の航空管制官
艦はジャルピを助けたことその機能を多くできなくですから異常発生時の正確なルートやものと分かりません。その事故の状況から推察羽田でも降りられず横田基地にも降りられず海上着床の望みを絶たれ行く当てを失ったり1、2、3秒特殊で現れた自衛隊機に誘導されて長野方面に向かったようです。機長にしてみればこれで助かったと思ったのでしょう。ところが自衛隊機はジャル1、2、3便を助ける機などさらさらありませんでした。米軍に買い付けられたことは証拠品である核を消すために追ってきている、米軍機だけでなくジャル1、2、3便の乗客ものと全てを消し去ろうとしていたのですという恐ろしいことですね。自衛隊これが事実ならね自衛隊機は逃げ場を JAL123 便を誘導し秘密基地のある高間原まで誘い込み待ち構えて海上部隊のレッドアイで米軍機もろとも撃墜しました。こうして JAL123 便は高間原山中にある御巣鷹山の尾根へと墜落したのです。そのやり方は徹底しています。 JAL123 便とそれを追っていた米軍機はもちろん誘導した自衛隊機それに防砲活動中であった NSA アメリカ国家安全保障局の偵察機さらに異変を察知してついてきただけのロシア機のスホーイまでことごとく落ち落としたのです。これは事実かどうか分かりませんけどね、事故直後からおかしいと気づき山に入って調査した人がいて当日山を縦走して登山者の目撃情報などを聞いて回りその謀略の一端をつかんでいます。それによると登山者ら、墜落現場近くに入った午前2時ごろには助けを求める人々の声が多数聞こえていた。しかしながら現場は険しい斜面の場所で獣道さえなくなかなか近づくことはできませんでした。そのうちヘリコプターが飛んできて何か撒いた途端これは復活放送というんですかねそれまで聞こえていたうめき声がピタッとやみですね辺り一帯に静寂が訪れたそうです。このヘリコプターの行動によって生存者を残さないために現場に復活放送を撒いたのではないかと複数の専門家たちが分析しています。その事故を目撃した地元の有志たちが生存者を救うべく入山しようとするすでに自衛隊がバリケードを築いて近づくことができなかったと証言しています。なぜ最も近くにいた地元住民や自衛隊が先に現場に到着していたのかそれが事故ではなく撃ち落としたものだということを序列に元語っていますとこの YouTube じゃないこのブログでは載ってますね。おそらくその時すでに核兵器の残骸などの証拠品は回収され闇に葬られたのでしょう。何が真実で誰が味方で誰が何者かその実態は正確にはつかめませんでしたが大きな陰謀が存在することは確かのようです。ちなみに123便が墜落したのが8月その翌月の6月にニューヨークのプラザホテルで、先進5カ国で合意、がなされました。世に言うプラザ合意です。アメリカを救うべく円高ドル安へ国際協調が取り決められましたが日本は想定した円高不況を乗り切るために金融緩和へと働きました。つまり高騰倍を下げ低金利政策を採用し通貨供給量を毎日調査社会に、お金がジャブジャブダブつくようにして景気後退を防ごうとしたのその結果日本は狂乱のバブル景気へと突っ走ることになりました。提供は、玉吉氏書籍あこれこの書籍に書いてあるんですね。提供はこの方が述べておられます。これは私の意見ではありませんのでね事実かどうかは分かりません。では私もこれ、ずっと毎年検証してるんですが案外事実に近いのじゃないかなと思っているのでね今日発表させていただきました。高間原と一名とジャル123便の520人の犠牲先に述べましたがジャル123便は核を積んでいたために落ちたその時巻き添えになったの520人の乗員乗客の無念を計り知れませんということが、まあ、書いてありますね。なぜ犠牲者50人だったのかということで、それ以降のことはね国とこたちの御事とか高間原千曲川とはなんかわからんと書いてるので割愛させていただきまして、ロシア船で日本に原料のツナが運び込まれる時に護衛のためにロシア空軍のスホーイが上空から船に追尾することが慣例となっていました。この日はちょうど船の入港日だったためにたまたまロシア機が上空にいた、これがまあ犠牲になったということです。123便の尾翼を攻撃した米軍機の機影を捉えたようです。これジャル123便の尾翼を攻撃米軍機の機影を捉えたようですと書いてます。ということは米軍機が撃ったんですね核兵器に。自衛隊機じゃないんですね。どういうことや。これは何かあれに違いないとスホイのパイロットは密かに後をつけた結
から自衛隊と米軍機の交戦に巻き込まれてしまいましたということですね。この事実は JAL 123便の乗客が機内から撮影したカメラにも残されていたということですね。全部が撤収した後、その現場にいた人がですね、カメラの中にあったフィルムを、まあ、取り上げてですね、それを分析されたようですね。調査していた地元の人が持ち帰って現像したところ、飛行機の窓越しに空ばかり写した写真が何枚も出て、カメラの持ち主は白浜あたりで窓越しに光る物体を見つけたようです。この白浜というのがあの白浜ではないと思うんです。その後も追いかけてくるスホーイを不審に思ったらしく、ロシア軍が見えるたびに何度も撮影していました。写真の背景にわずかに映っている景色を分析した結果、飛行機が実際に飛んだルートが推測できたのでした。それだけ徹底した殲滅作戦を展開したのは重大な秘密がある123便にあったということです。提供ゼラニウムのブログというところで、ヒットしたので、ここでプリントアウトをしました。まあ、以上がですね、私がこの事実ではないかなと思われるものをですね、列挙した後、さらにですね、この森永卓郎さんが2017年11月1日にラジオ放送ですね、防衛 GN 一般戦闘大臣に伴う自衛隊が撃った訓練用無線機が尾翼に直撃、墜落後の複数生存者を特殊部隊が斬殺、 M2 型火炎放射器暗殺部隊、2列に 別班がですね隠滅したのではないかと、ここで自衛隊が自衛隊が撃った訓練用無人機が尾翼に直撃したとなってますね。先ほどアメリカ軍が撃ったミサイルが尾翼に直撃したとなってますね。これ2つの事故が出てますね。だからこの森永卓郎さんがどこからのこの情報を得たのかわからないんですけど、どちらかというとこの人は政府寄りの、まあ、人じゃないかなと。だからいろんな解説してますからね、 YouTube で。だからどちらが正解なのかわからないんですが、この2つの、アメリカが撃ったのと自衛隊機が撃ったのと2つの、まあ、原因が出てきて、ここでまたわからなくなっているということでございますね。こういうふうなことがこの事故後毎年のようにですね、いろんな情報が飛び交いましてね、わけわからん、まあ、この JAL 123便の原因事故に、まあ、つながっているのではないかなと。で、出版の本も、まあ、出されておりましてね、青山東子さん、それから落合由美さん、この落合由美さんは手話ですか、確か助かったじゃないかな、逆かもしれませんけど、この自衛隊機はですね、あまり重要なこと言ってませんね。まあ JAL の職員の方だったら本当のことは言いませんよね、多分ね。ほとんど言ったら消されてしまいますから、まあそういうまつあるから、ある程度濁してやってるからあまり証言にはならないんじゃないかなと。でもう一つは、松行の相模湾上空ミサイルや戦闘機の標的を、正確に攻撃防衛する軍事技術訓練支援艦の管制システムの艦上追尾管制装置 SSP、ミサイル攻撃した松行はですね、ミサイル実験、で国際国際巡航ミサイルを、まあ、発射した C-130 発射実験、モニターとアクシデントがあったのではないかなということを、まあ、言われたりしてますね。123便のねスコーク77をそれで発進したと。で松行からミサイル実験で、飛んだのが、その尾翼に刺さったんですが、これ尾翼なのか主翼のエンジンに刺さったのか、これはちょっとわからないんですけど、松井からも発射されたようなことが言われてますね。相模湾上空でのミサイルや戦闘機の標的を正確に攻撃防衛する軍事技術訓練支援艦の管制システムの海上追尾管制装置が松井に載せられていた。
これで撃たれたのではない。もしこれが撃ってたのは相模湾の上空で核兵器に当たったのと、まあ、一致しますし、あれは米軍の横須賀基地からその辺におった飛行機からですね、この尾翼に直撃したと、防衛費 GNP1% 問題に伴うことでねやったのか、そんなことをやるんでしょうかね、わからないんですけど、あとね、事故は表向きは巡航ミサイルのプログラミングミスに、見えるが、米軍が日本独自の武器開発を頓挫させるために、誤逃走して事故に見せかけた。日本にもアメリカ側の工作部隊がいるという、米軍が工作したのではないかなということでクエスチョンマークが、まあ、つけられたりしておりましてね、米軍が撃ったのか日本が撃ったのかもう分からなくなってきていると少なくとも核兵器に最初に当たったのはその、米軍のあれではないかなとも思われるんですけど、これは分からない、未だに分からない、本当は分かってると思うんですけどね、その墜落現場から見つかったミサイル、ただミサイルもその尾翼に当たったミサイルと主翼に当たったミサイルが2箇所あるんじゃないかなと、1箇所やという人もいるし2発当たって突き刺さったままで飛んでいたという話もありましてね、まあちょっとその辺がエンジンの横に飛んでいたわけですから、片肺あれ飛行機は片肺だけでも飛べるらしいですね、右がなかったも、だけどあのジャンボジェット機が4機ある右側のエンジンが2つともなくなったらもう飛べないでしょうね、片肺ではね、もうすぐ下に降りることはできても旋回したり何かすることはできないから、まあ4つのエンジンの1つか2つはなくなってもまあ飛んでいたということになるのではないかなと、もうさぞかしこの飛行機に乗っていた乗客の人たちはそれを見てるわけですから、あのその数分間か数十分間か知らないんですけど、どういう状況だったかという察すればですね、こんなことを大きな声でね私が述べるのは悪いんですけど、犠牲者の追及のために今後のですね日本がどのように外国とお付き合いしていけばいいのかというとを考えるためにですね、やっぱりこの事実を国民の皆様に、まあ、知らせるべきじゃないか、私が知らせるよりもすでにブログ出てますから皆さん見ておられると思うんだけど、しかしインターネットとかそういうのを持っておられない方、少なくとも私のように70歳以上の方はそういう見る手段さえない、テレビ新聞を見てる限りこういう情報は一切流れませんのでね、一度これを見られた方がですね、もっとこれらに詳しい方がいらっしゃるはずなんですよ、例えば自衛隊員とか政府の方たちとか、今後もこのような事故が また続きます、必ず、2度あることは3度あると言いますから、続きますから、これをしっかりとやっぱり検証する必要があるのではないかなと思って、私の命を捧げてですね、このことを発表させていただきました。で、この発表は私が今まで検証してきた中の一番正確な情報ではないかなと思って、いろんな重ねたいっぱいございます。ございますけど、それらもあります。それで事実をもうどんどん曲げてですね、分からないように錯乱していることもございますので、それらを見ながらこの事件がどういうものであるのかと、これに一番詳しいですね当時の首相でありますという方が今100歳ですか、100歳過ぎたと、この方はですね墓場までこれを持っていくと、中曽根首相はね、元防衛大臣もされたんかな、持っていくということを言われてますね、もしこれを墓場まで持っていたら、その後の中曽根さんの子孫はもう壊滅するでしょうね、多分もう呪いで呪われるんじゃないかなと、これは全て中曽根さんは死ぬまでに言うべきじゃないかなと私は思います。子孫繁栄のためにね、やっぱりきちんとした原因をですね述べる必要に狭めるのではないかと、そのままでいった場合にはその子孫がいかんな、どういうことになるかということは、まあ、
恐ろしいことになってくるんじゃないかなと私は思ったり、まあ、いたしております。今3時54分になってですね、1時間超えましたかね、すでにもう1時間半ぐらい喋りましたかね。ちょっとわからないんだけど、まもなく4時になるんです。で5時までなんであと1時間ですけど、ちょっと長く喋りすぎましたね。まあとにかくこれね、かぐや姫サミットでね、私これ最後のかぐやサミット、もうかぐやサミットは開催することはないと思いますので、こういうことはもう二度と述べないと思います。他のことをまあ述べることがいっぱいあるのでね、まあ、それまたあと残された1時間ちょっと休憩挟みましてね、またこれを犠牲になられたね、この522人ですか方に、黙祷をさせていただきたいと思います。皆さんちょっとやっていただきたいありがたいと、ご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。